皆さん、こんにちは。2024年9月29日、埼玉スーパーアリーナ、ヨギボープレゼンツライジン48に出場する選手の個別インタビューが27日、都内にて行われました。第3試合のバンタム級5分3ラウンドで、金太郎選手と対戦する秋元京馬選手が出席。そして現在、格闘技界の新星、秋元京馬選手が強すぎると、注目が集まっています。そこで今回は秋元京馬選手の経歴や朝倉未来選手のコメント、金太郎戦についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速、秋元京馬選手のプロフィールから見ていきましょう。名前、秋元京馬。出身地、日本千葉県。生年月日、2006年3月8日。身長177cm、 体重 61.0kg。 所属、ジャパントップチーム。秋元京馬選手は幼稚園の頃、スポーツを何かやろうとボクシングを1年間習い始めました。そして兄がやっていたサッカーの方がかっこいいからと、6歳から8年間サッカーを経験。14歳の頃、ライジンで活躍する朝倉兄弟をテレビで見て魅力に気づくと同時に、幼少期から始めていなくても格闘技で上を目指せることを知り、中学卒業を機にプロを目指し、パラエストラ柏で MMA を始めます。戦績はアマチュア戦績6戦全勝。2022年6月のグラディエーターでプロデビューを果たします。そして2023年、ディープを主戦場にオールフィニッシュで3連勝。2024年3月には自身の SNS でジャパントップチームへの移籍を発表すると、5月には朝倉未来推薦選手として格闘代理戦争ザ・マックスに出場。格上でベテランのアラン・ヒロ・ヤマニハ選手に2ラウンド右ボディを効かせ、パウンドで TKO するアップセットを起こすと、プロ5戦全勝。18歳にしてライジン出場のチャンスを手にしました。朝倉未来選手も天才としか言いようがないとコメントするほど最強と言われている秋元京馬選手。そして大会まで2日後となったライジン48の第3試合について、念願のライジンデビュー戦への意気込みを語りました。会見や公開練習でも、普通にやれば2ラウンドくらいで KO できると自信たっぷりに語っていましたが、試合直前になってもワクワクしていて、早く試合をやりたいですし、まず計量をしたいですと笑顔が見られました。秋元選手は金太郎選手について、フィジカルが強くて一発もらうと危ないという印象と警戒はしているようですが、金太郎選手は組むしかなくなるし、組んできても消耗するだけなので、最終的に KO したい。スピードとリーチ差もだいぶあるし、ボクシング技術も自分の方があると自信は揺るぎないようです。試合のセコンドにつくジムの先輩、朝倉海選手から、大きい舞台の戦い方とか心の準備、心境などを教えてもらっていますとアドバイスを受けていました。その海選手が返上したバンタム級のベルトを10代のうちに巻きたい、今回勝って来年あたりに負けたらいいなと思っていますと堂々と宣言。強気に語る一方、疲労を抜くために練習を控えているこの1週間は暇な時間が多いので、スプラトゥーン3をやっていますと明かすなど、18歳らしい一面も見せていました。さらにアベマ格闘チャンネル公式 YouTube で25日に公開された秋元選手にマッコイさんが突撃する企画に出演。ジムに訪れたマッコイさんは次戦についてインタビューしていましたが、俺はこう見えてもボクシング10年やってるから、ちょっと秋元くん好きがあるんじゃないか、なんか俺一発当てちゃうような気がすると挑発し、スパーリングを提案。秋元選手は、じゃあやりますと OK を出しリングへ。ジムにいた朝倉海選手は、京馬本気でいけ、ボディとエールを送っていました。そして2分1ラウンドのスパーが開始。マッコイさんのパンチを巧みにかわし、秋元選手がカウンターをヒットさせると、うわぁと思わず悲鳴を上げるマッコイさん。54歳のマッコイさんを相手に、秋元選手は容赦なくパンチを当てていきます。
終了間際にも強烈なパンチを浴びたマッコイさんが、うわぁとお腹を押さえてリングに倒れ込んだところで終了のゴングが鳴りました。秋元選手は笑顔で、 KO ですか？結構入ったっすけどね。右のレバー一番効くとこ、とマッコイさんに声をかけていました。今年アベマで放送され、秋元選手が朝倉未来推薦選手として出場した格闘代理戦争も見ていたマッコイさんは、だいぶ成長してると答え、隙はないと前言撤回。視聴者からは、マッコイさん体張るね、人型サンドバッグになっておられましたね、秋元選手の試合楽しみすぎますなどとコメントが上がっていました。秋元選手は金太郎戦に向け、今回のスパーで良いイメージができたかも、 KO のイメージできちゃったとコメント。最後に、こんな大口叩いてるからにはしっかり勝って次のステップに進みたいと思っているので期待しててくださいとファンへ呼びかけました。戦績5勝無敗伸び盛りの秋元京馬選手は、ベテラン金太郎選手に勝てるのでしょうか。一方、金太郎選手は戦績15勝13敗、2020年からライジンに参戦し、その翌年9月の井上直樹戦から4連敗も、今年3月には大器ガイトイヤー選手から3度のダウンを奪い連敗脱出したばかりです。今回は久々の連勝を狙っているようです。そこで対戦相手の金太郎選手についても簡単にプロフィールからご紹介します。名前、金太郎。出身地、日本大阪。生年月日、1993年3月19日。身長、167cm。リーチ、166cm。体重、61.0kg。所属、アメリカントップチーム。金太郎選手は少年時代は喧嘩に明け暮れ、荒れた生活を送っていました。キックボクシングを経て18歳の時に総合格闘技に転向。ジアウトサイダーに参戦すると、一撃必殺スタイルで一気に不良たちの心をつかみます。2011年ライジングオンでプロデビュー以降、国内メジャー団体で腕を磨いていきました。ファンクラスで4連勝を挙げると、2019年7月にバンタム級王者ハファエル・シウバ選手に挑戦。しかし2ラウンドに肩固めを極められ王座獲得ならず、12月のファンクラスはぎっくり腰で欠場しました。そして2020年2月、初参戦のライジンで加藤健二選手に一本勝利。2021年6月のライジンバンタム級 GP1 回戦では、グラチャン王者伊藤空也選手に判定勝利も、9月の2回戦で井上直樹選手に判定負けで敗退。大晦日には GP リザーブマッチで本谷勇樹選手と得意の打撃で打ち合うも判定負け。2022年4月の倉本和馬戦はまたもや直前のぎっくり腰で欠場しています。9月の復帰戦では元王者の堀口恭司選手にパンチでぐらつかせる場面もありましたが、肩固めで一本負け。2023年4月ディープ王者の石塚浩一選手に僅差で敗れ4連敗となりました。米国 ATT で修行し背水の陣で臨んだ2024年3月大器ガイトイヤー選手に判定3-0で勝利し連敗脱出しています。いかがでしたでしょうか。大きな期待を背負う超新星が勢いそのままにライジン初参戦し、アグレッシブなスタイルの金太郎選手との対戦が決定しました。秋元京馬選手は一体どのような戦いを見せてくれるのでしょうか。29日の試合に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。